獅子座の皆さん、こんにちは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月10日の新月日食なんですけども、ここから6月25日の満月までの2週間をタロットカードで見てみたいと思います。まあ、新月っていうのは次の新月、まあ、日食なんですね。この6月10日って日食なんですけども、ここから次の日食までの半年間のテーマっていうふうにも実は読むことはできるんですが、その中でも特に6月25日までのこの2週間の中でどんな出来事があるのか、また何に気がつくのか、ということによってすごく自分の精神的なものや日常生活っていうのは変わってきやすくなるので、まあ、そこにちょっとポイントを置きながら見てみたいと思います。はい。まあ、ただ日食って結構体調を崩しやすかったりとか眠たくなったりする方が多いので、もしこの 2,3 日ちょっと体調良くなかったなという方は、まあ、無理なく過ごしていただいて、徐々に明けてきますのでね。はい、では獅子座さんいきます。はい。まあ、6月10日から火星は獅子座に入ってくるので、まあ、結構元気にはなってくると思いますよ。もしここまで体調悪かったとしてもね。もしくは、なんかやりたいっていうなんか気持ちが増えてきたりとかするかもしれません。何かしらね、皆さんの生活とか精神的なものに、まあ、豊かに安心して過ごせるためのヒントとなるメッセージがお届けできたら嬉しいです。はい、見てみましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい。ペンタクルス、キング逆ですね。戦車の逆、カップの2、ソードの2逆、ペンタクルス、エース逆、太陽、ペンタクルス10の逆ですね。で、あとカップのナイトと、ワンドのエース逆と、はい、オラクルはストレングスでした。はい。そうですね、なんか新しい域に達するのかなって感じがしますね。どうでしょうね、こう獅子座さんのこう人面倒見の良さとか、こう今までやってきたことと、なんかそれがやっとなんか自分の中でもやりきったっていう気持ちだったりとか認められたりとか、ああこれでもうなんか自分は次の域に行く、次のステージに行ってる、次の段階に、あ、自分は乗れたみたいな感じがするかもしれませんね。まあ、なんせオラクルがストレングスっていうのは、不可能を可能にする力っていう、すごくいい力が自分にあるよっていうことなので、この2週間でどんなことでも自分のためになると思うことはやってみてください。そして、それって多分本当にこの2週間だけ、まあ、ここ集中はしてるんですけど、この2週間を迎えるための過去一体何年間の自分の苦しみや経験や喜びや努力っていうものがあって今の自分があるんだということをなんかしみじみと感じる2週間かもしれないですね。昔の自分はできなかったけど今はもうこんなにできるようになってるじゃないかとかですね。それはなぜかっていうと、やっぱり入り口がペンタクスのキングで、自分がずっとここまで努力してきたことや責任を持ってやってきたことっていうのがここで終わりっていう形じゃないんだなっていうことを自分でなんか気づいてというか感じて、まあそれを感じるきっかけとなった人との話とか情報があったのかもしれないですけど、そしてやり方を変えていくっていうのかな、今まではこれで十分やった、だからここからはこの形でやっていこうっていうのがなんか自然と芽生えてくるような気がするんです。そして今この瞬間だけはね、今日とか明日とかもしくは昨日とかその間だけは少し感情が揺れたりとか、本当に良かったかなとかって思うこともあるかもしれませんが、すぐに立て直すと思います。やっぱり良かったみたいなね、
ここから、まあ、本当6月11日からね、火星がさっき言った獅子座に入るっていうのはすごくいいタイミングなんですよね。こうやるぞとか、ここから新しい、まあ、火星の周期って2年なんですけど、その新しい2年の始まりの努力をするぞみたいな、そんな感じなので、いいスタートが切れると思います。でこれは特に焦るっていうよりも、とにかくすごくいいスタートが切れる、この今から始まることって何か自分にはすごく価値のあることなんだろうっていうのを感じると思うんですよね。でその後また太陽が出てるっていうのは、ものすごく嬉しいとか、なんか喜びの中にいる、光の中にいるってことなので、自分がいかに守られているかとか、いかに自分が今まで違った視点で世の中を見ていたかとか、こんなに世の中って明るかったんだっていうことを感じられるかなって思いました。はい、その後またペンタクスの10っていうのがあって、まあ、逆位置にはなってますが、非常にいい豊かさがあるんですね。でこれは一つだけじゃないんですね。いろんな出来事が総合的に関連して、あ、なんか今私は今までやってきたことは本当に正解だったんだとか、そういう感覚が多分あると思います。なので目先の失敗とか、この間今年に入ってからやっちゃった失敗とか、そういうの全然関係なくって、まあ、そういうのも踏まえ、それを乗り越えてきた自分とか、いろんなこと、いろんな人に気を使ってきた自分とか、実は不安だった自分とか、まあ、そういういろんなものを経験して今光の中にいるっていう感じがしました。はい、そしてこの幸せな感覚の中にいると、もっと実はクリエイティブな力っていうのが出てくるんですね。これ一応カップのナイトっていうカードなんですけど、でもこのカードではクリエイティビティなんです。なので非常に豊かな感覚っていうのが自分の中から芽生えてくるし、きっとそれはまた不可能を可能にする、誰かのために何かをこう不可能を可能にする力として使うのかなっていう感じがしたので、非常に明るいそして、なんていうかな、これから未来に対しての要は展望が明るい期間って感じなんですよね。これを、そうですね、まあ、全体の流れはこんな感じで、これを仕事に例えるならば、もしここから新しい仕事しようって思うので、思っている人であればね、もうだって不可能を可能にする力があるよって言われてるわけですから、できないと思ってた仕事ができるとか、今は自分はまだ技術や経験がなくても、でもここからやっていくっていう風な流れがあったりとか、またそうできたりとかもありますし、出会いとか人間関係においても、なんか誰かに気を使ってヘコヘコするとか、もしくは関係性をなんとか維持するとかではなく、自分の感覚、自分の価値っていうのをしっかり持っていれば、あ、それだけで幸せなんだみたいな、別にこの人に認めてもらわなくても、この人にいい顔されなくても、これそれはその人の感覚、私は私の今の感覚でいいみたいな、そういうこう違うからこその安心感とか喜びっていうのを新たに見つけられるかなって思いました。うん、そうですね。なのでこう無理してことを進めるってわけじゃないんですよ。ただなんか無理してことを進めるってわけじゃないんですけど、なんかこう自然な流れで、ああ幸せっていうことを感じそうな気がしたので、もしそう感じたことがあったら、ぜひコメント欄でお聞かせていただけたら嬉しいです。はい、ちょっとキーカードを見てみますね。はい、はい、じゃあ獅子座さんの6月10日以降のキーカード、これはですね、ペンタクスの6の逆ですね。私の方から見たら逆なんですけども、バランスが取れてないように見えて、実は取れているっていうのがメッセージだと思いました。というのは、今日という一日の中で言ったら、あ、こんだけしかできなかったとか、こんだけできたとかっていうバランスあると思うんですけど、でもこう1週間の中で見たら、あ、ここは休めててよかったとかっていうふうに、こう期間によって物事の達成とか、もしくは成果とか、自分のやったこととかって、そのバランスが取れるというか、どの時点でバランスが取れてないと思うかっていうのは分かんないですよね、その期間によって。なので今自分が
こうできてないとかバランスが取れてないとか、過去こんなに頑張ったのに認めてもらってないとか、こんなに働いたのにこんだけしかお給料もらってないとか、例えばですよ、そういうのって今の時点でそう感じてるだけで、こう長い目で見たら実はバランスが取れているっていうこともあるかもしれないので、もし自分がこれまで誰かのために何かをしたとか価値を提供したっていうのを思うのであれば、それは何らかの形でちゃんと返ってくるし、心配しなくてもバランスは取れてますよっていうのがメッセージだと思いました。はい、ということで今回はこんな感じです。次回は6月25日から末までの間に7月の星からのメッセージをお届けします。でこんな風にタロットカードを自分もやってみたいなとか、または占星術のチャートを読んでみたいなという方は、コミュニティをやってますので、概要欄から詳しい情報をご覧になってください。はい、ということでいい時間をぜひ過ごしてください。不可能を可能にする何かを見つけられるといいですね。はい、ということでありがとうございました。失礼します。